こんにちは。JR 東日本品川保線技術センターです。この動画では、線路のドクターとも呼ばれる、我々保線社員の仕事の一部を紹介させていただきます。私たちが日々、どのように線路をメンテナンスしているのか知っていただき、より安心して JR 東日本の鉄道をご利用いただければと思います。日々、様々な検査が行われています。保線社員は、検査結果を確認し、線路に異常がないかチェックしています。社員自身が線路を巡視し、線路を検査しています。列車が運行している日中も間合いを活用して巡視を行っています。検査や巡視で気になるところがあれば、夜間など列車が運行していない時間に細かい調査を行います。列車運行中も待避を行いながら巡視します。保線社員は色、形、音など五感を使って線路に異常がないかチェックします。夜間行う調査の打ち合わせを行います。調査の流れを共有し、競合している作業の周知を責任者が全員に行います。実際にどういったルートで調査するのか、従事員それぞれの役割など、細かく内容を共有します。専用の端末を用いて、調査範囲内に列車が進入してこないように手続きを行います。これにより、社員の安全を確保します。線路の歪みを線路に糸を張って計測しています。ここでは、鋼底変位と呼ばれるレール頭頂面の長手方向の凹凸と、通り変位と呼ばれるレール側面の長手方向の凹凸を計測しています。これらの数値が悪いと、列車の乗り心地に影響し、最悪、脱線につながる可能性があるため、ミリ単位の管理をしています。線路を除いて凹凸がないか確認しています。社員が実際に覗いている目線です。目線を下げて側面からレールを覗くことで凹凸を確認できます。線路のボルトなどに緩みがあれば、締め直しを行います。起動材料の不良は、列車の安全や乗り心地、通過音など、様々な要因に影響するので、見つけ次第補修します。これらの夜間調査により、大掛かりな修繕が必要な場合は、調査結果をもとに計画を立て、パートナー会社に依頼し、線路を直します。また、簡易な作業であれば、私たち、JR、社員が行うこともあります。このように JR 東日本の線路は保線社員が日々メンテナンスを実施しています。ぜひ安心して JR 東日本の鉄道をご利用ください。